はい、皆さんこんにちは。みやなです。たかです。エリキブログです。今、三重県に入りました。三重の名張市に行きます。赤目48滝という。でもまずはお腹空いてるから、めっちゃ田舎にあるピザ屋さん有名らしい。そこに今向かってます。めちゃめちゃ山道を走ってるよ。だからめちゃめちゃ何もないところにあるって言ったでしょ、ピザ屋さんが。何をもみもみしてるの。仕事しすぎて肩が凝ってきた。はいはい、お疲れ様でした。デスクワークのしすぎで肩凝ってきたから仕事辞めなきゃいけないかもしれない。違う、スタンディングデスクを買わなきゃいけない。な、何をもっと働かせようとしてるの。もっと働け。休ませろの、ダメだ。わかる、休んじゃダメだよ。人の5倍働いてるよ。うん、あーはー、今見た。何を。奈良県って書いてあった。ほぼ奈良県。名張市は三重県。めっちゃ端っこまで来てるやん。はいはい、よう遠いと思ったわもう2時間ぐらい運転してるからね。ほら奈良県。え、書いてあったの。いや書いてない日本語な、日本語読めないから適当に言ったら信じるかなと思って。いやそうだよ、道の駅で。もさっき本当に奈良県って書いてあったよ。あ、道の駅。本当だ、奈良県の道の駅。はいはい、うるさいな。奈良県、奈良県な、奈良県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 。これこれ、到着到着。ピッツァ、あれだよ、いいよ、いい感じだね。本当だ、予約制って書いてあるよ。え、当日予約は終了しましたって書いてある。見て。どうする、社長。どうしますか。一応聞いてくる。聞いてまだ入れるか。聞いてください。ちゃんと調べないと、社長。そういうこと。ドイツから来たんですけどって、わざわざドイツからこのために来たんですけどって言えば言ってくれるかもしれない。そういうことだ。行ってみましょう。オープンって書いてあるけど、ここに当日予約は終了しましたって書いてある。はい、今ちょっと満席なんです。もう予約で満席なんです。じゃあ今日はダメだね。申し訳ないです。また予約。名古屋から来ちゃった。多かったんですよ。ありがとうございます。満席だよって言われたら、一組しか入ってなかったよ。いやだから一日の材料とかは決まってるんでしょ。お腹すいたよ。途中にあった道の駅でご飯食べますか。道の駅到着。はい。はい、ということで席に着けました。はい、1時だよ。1時です。もうすでに1時です。ちなみにこれ今日新しくつけた、初めてつけた新しいノードグリーンの時計。以前もね、コラボレーションして前回好評ということで今回もいただきました。はい、でめちゃめちゃ気に入りの時計だから。ノードグリーンはちなみにあのエコフレンドリーのデンマークの会社です。そう、北欧デンマークの会社なんで。そうそうそう。でなんかデザインが、まあ、私の気に入りのはシンプルでかっこいい、大人っぽい、何にでも合わせるということ、めちゃめちゃ気に入りで本当に毎日つけてます。しかもなんか売り上げの一部を社会貢献活動にこう使ってるっていう、サステナブルな会社、今話題のサステナブル。そうだよ。今回買ったのがネイティブのシリーズの時計です。まあ、前回も同じくネイティブだったけど、今回は色違いになります。今回はシルバーのメッシュで、鍵盤が白で、でいろんなデザインが選べれる。だって前回ゴールドのメッシュでブルーの鍵盤だったから。そう。でそれ以外にもいろんな鍵盤の色もあるし、これもレザーに変えられるし、これの大きさ、鍵盤の大きさもなんか4つのサイズぐらいある。だから男性もつけれるし女性もつけれるし、今回選んだシリーズ以外にもいくつかのシリーズもある。だからノードグリーンが本当に自分にぴったり合う時計が見つけれる。
今回も視聴者限定のクーポンをいただきました。ブラックフライデーということで11月29日までは最大 35% オフ。めちゃめちゃオフだね。すごい。11月29日より超えちゃうと 15% オフ。それでもありがたい。ここもクーポンいただきましたので、ぜひね、興味を持った方は一回概要欄から飛んでみて調べてみてください、うん、でちなみにいいプレゼント、クリスマスも来るからプレゼントとして誰かにあげることもいいし、そうだね、まあ、自分用に買うこともとてもぴったしのものになります。ぜひこの機会に。おー、来たご飯すごっ。はーい、うわーすごっ、うまそう。でかくない？こう1枚めっちゃでかいうまそう。さっきピザ食べれなかったから一番高いメニューを焼けそれ食べましたよこれを見て一目惚れをして、うまそう。和牛牛しゃぶ、すごっ。見てこれめっちゃいい。美味しそう。じゃあ、いただきますよ。どうぞ。美味しい。うまっ。美味しい。これこれこれ、こんな感じで乗せて、あもう終わったね、うん、やば。柔らかいし、油もなんかさっぱりしてるし、うん、超美味しい。これ巻いたらうまいんじゃない、この海苔みたいに。ちょっとやってあげようか。触っちゃダメだ俺があーんしてあげようか、うんうん、自分の口にあーんするかもしれないけどねこれね、肉巻き、肉巻きおにぎりじゃん。この香りがすごいんだけど、焼き始めた時の動画で匂いが伝わったらいいんだけどおいしい。満足ですか？満足です。ピザがよかった満足ですか？お肉で、うん、大丈夫。意外とお腹いっぱいになるね。3枚しかないけどさ、1枚がめちゃくちゃでかいから食べ応えあるし、だいぶお腹いっぱいになってきた。美味しかったですね、社長。あ、うん、美味しかったよ、めちゃめちゃ。2000円の価値はありましたか？あったんじゃない？うん、あったと思う。あったと思う。はい、デザートまだ食べれるの？恐ろしい女だよ。脂っこいものを食べてからソフトクリームは最高でしょ。ということで、ただいまの時刻何時ですか？1時34分。1時半、ここから滝に向かいます。やば。ここから車来たら終わりだよ、これ。森に入りました。めっちゃ戻らなきゃいけない、どっちかが。大丈夫かね？しかもガードレールなしだからね、これ。そうだね、なんか坂、運転で夜めっちゃ危なくない？これ。いや、それ夜誰も走らないでしょ。いや、走るだろ、地元の人が。そして、専門学校卒業後の就職先も実は同じだったので、会社でのストレスが止まると2人でスーツに乗る。すごくね、田舎の結婚式でした。すごい結婚式だったね。自分の家の庭でさ、みんな呼んで宴会して、それが結婚式になってる。あれ羨ましいよ。私はそれのような結婚式の方が好きだよ、ね、最高だよね。あれピクニック気分でさ、子供たち絶対嬉しいじゃん。そう、お金かからないしねあえケチクソ経済的じゃん
ケチだね。本当に仲のいい友達だけ呼んでね。いやまだ結婚式やってないからめちゃめちゃお金を使ってバリで やる予定だよ。相変わらず家の庭であれみたいにやろ、ミニパーティー。私たちは庭がないよ。ベランダがあるじゃん。3人ぐらいあると呼べる。な、no. それで決定。してるけどね。めっちゃ紅葉してるよ。タカめっちゃ人いますやん。ピーパーキングピーということでここから上がっていきます。めっちゃ観光地になってるね。ね、 You are here?わかんないけど、多分で、ちょん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 、いっぱいあるのね。さっきお兄さんに教えてもらったけど、一番奥まで行こうとすると1時間近いよ。いらっしゃいませ。レストランもあるし、そう、食べ歩きもあるし、観光地、観光地。全然ここでお昼ご飯食べれましたよ。あの、奈良県まで行かなくてもよかったよ。わかる、はいはい。なんか忍者と関係してるよ。かわいい、見て、生きてるよこの屋根。はい、ということでここからが You are here パキ入り口。オオサンショウウオセンターがある。オオサンショウウオいるんだね。あ、書いてある。ここまでな20分、ここまでは50分だから、ここ行ってちょっと見て、はい、行きます。レッツゴー。90分だよ。こっちは B は。お、500円を取るよ。入場料取るよ。だからタカが5分入ってまた5分で出るのがもったいないよ。ね、お知らせいたします。どこ、あ、あ、いた。だから見えないって言ったでしょ。見えないよ。見て、オオサンショウウオ65歳ぐらいだって。やば、めっちゃおじいちゃんやね。そんな生きるんだ。全長1メートルぐらいある。すごいぞこいつ、見て。はい、ということでここから歩いて滝を目指しましょう。水めちゃくちゃ綺麗。水の綺麗さやばいよ。あれ夏だったらここで釣り泳げるんじゃない？ね、深くて。で、3メートル4メートルぐらいあるそうだけど、そこまでピカッと見えるよ。ね。はい、1個目の滝到着しました。不動滝。次の滝まで570メートル。ただいまの時刻は50分です。入り口より5分のライトアップ会場、不動滝より上流は、はい、じゃあ次の滝まで570メートル。すごい山みたい。うん、おー綺麗。石にすごい苔がびっしりついてて神秘的だね。あと紅葉もし始めてて綺麗だね。休憩スペース。次の滝に着きました。おー、いい感じ。千住滝。着きました、千住滝。私たちの目的地ってこれ？そう、ラストデスティネーション、ここまだまだ43ぐらいあるよ。これ夏にさ、この滝の下で泳ぐとめっちゃ気持ちよそうじゃない？泳いじゃダメなんじゃない？泳いでいいかわかんない。レナ歩いてきてもいいよ。俺待ってたけど、ここで大丈夫。レナさんも怠け者ってことだね。俺のいつもせいにしてるけど、レナさんが一番怠け者ってことだね。ノーノーノー、カメラがこう、にゅー、はい、レナさんがギブアップということで、タカがギブアップということで、だから今から戻ります。バイバーイ。
はい、ということで戻ってきました。私たちは今から車で2時間家に帰ります。まだこっから遠いよ。帰りはレナさんの運転で。やだ、よろしくお願いします。やだ。じゃあではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。あれ見て、あれすごいよ、うん、めっちゃ並んでるよ。みんな何を買ってるの？手こきまんじゅうって書いてあるけど、何それ、美味しそう。あれかな、さつまいもとアイスの。これすごい並んでる。15分ぐらい食べるのにかかる。大丈夫大丈夫、いらん、お腹いっぱい。あの動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。